製造名版製造名百321型電車、または C321 型電車は、台北都会区大衆早運系統で運用されている、通勤型電車である。ゴムタイヤ式の分庫線を除く路線で運用されている、通常規格の高運量電車としては301型に、次ぐに世代目にあたり、中和線、新店線、 南高線の開業に備えて36編成72組216両が配備された。シーメンスが製造している。90年代末から2000年代初頭にかけて、ポルシェデザインスタジオ監修で、シーメンスが展開していた、都市鉄道車両用コンセプトモデル、モジュラーメトロ採用となった。一部の製造は、シーメンスの子会社で、オーストリアウィーンを拠点とするシマリング・グラーツ。 パオッカー AG SGP バーキステクニックで行われている。台北市政府早運行定局の記電工程入札番号 CH321CC361CN331 が形式名としての由来。実際の車両番号とは必ずしも一致しない。またその後の配備再編のため板南線専属となっている。全面が白の FRP で、 川崎重工業製の301型との違いとなっている。内装面では仙台及び同極竹式と大差なく標準的なものとなっている。後の更新工事時に次世代の341型と同様の転落防止策、車外側面、車内ドア上の行き先案内をフルカラー LED へ変更などがなされた。 制御電動車中間付随車中間電動車の3連ユニットで2ユニットを前後に連結して 4M2T の6両編成としている。合車表示は当欄における便宜的なものであり、XX は奇数を、U は偶数を意味する。117、118編成は2014年の台北都市運、高古水駅通り間事件の現場となったため、事件後運用から外れで、 車内消毒、内装などの一式交換を経て175、176編成と改版の上で、翌2015年に運用復帰した。173、174が基盤となったのは、173、174の音が中国語の数奇札、一騎士と似ていて、事件を連想させることを回避したとされている。第一節車両工程、ありがとうございます。